皆さんこんにちは。今回紹介する本はポール・タフ氏による私たちは子供に何ができるのかという本です。この本を私が読んで印象に残ったフレーズを紹介したいと思います。一つでも二つでも皆さんのお役に立てれば幸いです。それでは始めていきます。まず前書きのところからです。近年教育分野では非認知能力の育成に高い関心が集まっている。子どもがより良い人生を歩む上でこれまで重視されてきた IQ や学力などの認知能力よりも影響力が多いことが明らかになりつつあるからだ。非認知能力とは一つのことに粘り強く取り組む力や内発的に物事に取り組もうとする意欲などを指す。次、本書は子どもに関わるすべての大人に読んでいただきたい。いや、読まなくてはいけない。なぜならこのままだと日本の貧困率は今のアメリカの状況にまっすぐに進んでいってしまうからだ。本書でも指摘されているように子どもの貧困は一生の財産になる非認知能力を獲得する機会を奪い取ってしまう。それは単なる家庭の問題だけではなく保育園、幼稚園や学校、地域社会で周囲の大人たちがどのように子どもと接するかによっても大きな影響を受ける。非認知能力を育まれる機会を逃した子どもは大人になった後に仕事や生活面でより多くの機会を失う可能性が高い。結果として自身も貧困に陥ってしまう。これが貧困の連鎖を生むのだ。続いて本文に参ります。私の至った結論はこうだ。非認知能力は教えることのできるスキルであると考えるよりも非認知能力は子どもを取り巻く環境の産物であると考えた方がより正確であり有益でもある。これが子どもの乳幼児期に当てはまることには有力な科学的根拠エビデンスがある。逆境が子どもの乳幼児期の発達に与える影響については近年非常に多くのことが知られるようになった。そして中学生や高校生でも非認知能力は主に彼らの属する学校を中心とした環境の産物なのだ。次、逆境にある子どもたちにより幅広いチャンスを提供しようと模索する人々にとって非常に重大なニュースだ。子どもたちのやり抜く力やレジリエンスが、自制心を高めたいと思うなら最初に働きかける場所は子ども自身ではない環境なのである。次、私たちも不利な状況、有利な状況についての考え方を修正する必要がある。研究者らの結論によれば、環境による影響の中で子どもの発達を最も左右するのはストレスなのだ。子どもたちはいくつかの環境要因によって長期にわたり不健全な圧迫を受け続けることがある。こうしたストレス要因が子どもの心と体の健全な発達を阻害する度合いは従来の一般的な認識よりもはるかに大きい。次、最新の重要な発見によれば一番の問題となる環境要因は居住する建物ではなく子どもたちが経験する人間関係なのだ。つまり周りの大人たちが特に子どもたちがストレスを受けているときにどう反応するかである。子どもが感情面、精神面、認知面で発達するための最初にして極めて重要な環境は家である。もっとはっきり言えば家族だ。ごく幼い頃から子どもは親の反応によって世界を理解しようとする。
次、心理学者によると、一番弱いネグレクト、世話をする人間が時々注意を払うのを怠ることにはプラスの効果もある。子供にとって自分は常に親の関心の中心にいるわけではないと知り、時には自分だけで楽しもうとするのは良いことだ。一方、過酷なネグレクトは法律により虐待であると定義され、児童福祉課の介入を必要とする。しかし、この両極の間に慢性的な低刺激と呼ばれる状態がある。親が子供にあまり反応せず、積極的に関心を寄せたり、きちんと向き合ってやり取りをしたりといったことがない状態だ。子供は泣いても話しかけようとしても無視され、連続して何時間もテレビの前に放置される。神経科学者たちの発見によれば、この程度のネグレクトでも脳の発達に対し長期間にわたる深刻な悪影響を及ぼす。次、サンクトペテルブルグの実験がうまくいったのは、孤児院に暮らす乳幼児の環境を変えたからだ。繰り返すが、この孤児院で変わったのは物質的な環境ではない。子どもたちにより快適なベッドや、より良い食事や、より良い刺激となる、おもちゃが与えられたわけではない。変わったのは周りの大人の接し方だ。だからもし目の前の恵まれない幼い子どもたちの人生を変えたいと思うなら、私たちにできるのは環境要因を改善すること。つまり、子どもたちが日々接する大人の行動や態度を改善することなんだ。次、6歳未満の幼い時期、もっと言えば3歳未満の時期こそが子どもの発達を促す絶好のチャンスでもあり、危機が潜む期間でもあるのだ。これには確固たるエビデンスがある。ごく幼い時期の子どもの脳や最も脳は最も柔らかく、他のどの時期よりも環境からの影響を受けやすい。後にさまざまな能力を支えることになる神経系の基盤が形成の途上にあるからだ。この基盤が関わる能力には、読み書き計算や比較、推測を扱う知的能力だけではなく、学校の内外で生きていくための心の習慣や力、物の見方まで含まれる。幼い頃に環境から、受けた影響は増幅される。良い環境にいれば先々の発達にとって非常によく、悪い環境にいれば非常に悪い影響が出る。次、研究者らが最近になって結論付けたところによれば、この能力、つまり一つの活動に長期間集中する能力、指示を理解しそれに従う能力、失望や不満と祈り、折り合いをつける能力、他の生徒とうまく付き合う能力、これらは幼稚園でもその後の学校生活でも非常に重要になる。次、結果を言うと、子どもの人生に大きな変化をもたらしたのは栄養の補助ではなく、もっと子どもと遊ぶようにという親への指導だった。指導を受けた親の子どもたちは子ども時代をよりうまく乗り切った。知能指数のテストの成績が良く、攻撃的な行動は少なく、自制ができた。次、1950年代にイギリス、アメリカの研究者らが発見したところによれば、生まれて最初の12ヶ月のうちに温かく気配りの行き届いた子育てを経験した子どもは、多くが親と強い結びつきを形成する。研究者たちはこれを安定したアタッチメント、研究者たちはこれを安定したアタッチメントと名付けた。この結びつきによって子どもの心に安心感と自信が深く根付く。次、
21のセンターで3000人を超える子どもの世話をするエデュケアを見てわかるのは、極めて貧しい家庭の子どもでも幼稚園に入る前に学ぶ準備を整えることは可能だが、そのためには、集中的な早期の介入が必要であるという事実だ。次、エデュケアプログラムでは、不利な背景を持つ子どもたちがこの差を解消するためには2つのことが必要だと考えられている。1つは3歳か4歳で質の高い就学前プログラムに参加して文字や数字をしっかり覚えると同時に、人と付き合う能力、自らやる気を高める能力、心の強さなどの基礎を安定させておくこと。しかしそれよりもまず幼稚園に入る前に人生最初の3年間を大人との温かいやり取りが成立する環境で過ごす必要がある。それが家庭で得られないのなら、エデュケアが提供する場所で手に入れなければならない。次、入園の日は大半の子どもにとって成長に影響する環境が変わる重要な節目ではある。これより先、多くの子どもたちが日中の時間を親と過ごすよりも長く担任と過ごすようになるのだ。この変化には重要な要素が2つ含まれている。まず、実際的な問題として、貧しい子どもたちの環境に介入する場合、5歳以降は家庭よりも幼稚園や学校に注意を向けた方がおそらく効率が良い。もう一つは発達の問題である。逆境でストレスを抱えて育ってきた子どもたちが、ついに新しいステージに立ったのだ。それまで受けてきたストレスが、これからは様々な形をとって現れる。次、報告書によれば、レジリエンス、好奇心、学業への粘りといった高次の非認知能力は、まず土台となる実行機能、つまり自己認識能力や人間関係を作る能力などが発達していないと身につけるのが難しい。こうした能力も人生の最初期に築かれるはずの安定したアタッチメントやストレスを管理する能力、自制心といった器官の上に成り立つ。次、理由はどうあれ、クラスメートの定額が多い教室ではトラブルに巻き込まれたことのない生徒さえ学習効率の悪い雰囲気を作ることに加担してしまうのだ。次、生徒たちが教室で自立性を実感するのは、教師が生徒に自分で選んで自分の意思でやっているのだという実感を最大限に持たせ、管理、強制されていると感じさせない時である。また生徒が有能感を持つには、やり遂げることはできるが簡単すぎるわけではないタスク、つまり生徒たちの現在の能力をほんの少し超える課題を教師が与える時である。さらに生徒が関係性を感じるのは、教師に好感を持たれ、価値を認められ、尊重されていると感じる時である。弟子とライアンによれば、この3つの感覚には、机いっぱいの金の星や青いリボンよりも、はるかに動機づけの効果があるという。生徒のモチベーションを高めたいと思うなら、教室の環境や生徒との関係を調整し、この3つの感覚を強化する必要がある。生徒が自立性、有能感、関係性を実感できる教室環境は、内発的動機づけを育てるだけでなく、あまり面白くない学習作業も進んでやる気にさせるものだ。次、
良い学習習慣を身につけるために、子どもたちが何より必要としているのは、自分が自立した存在であり、成長していると感じられる環境、なおかつ帰属意識の持てる環境で、できるだけ多くの時間を過ごすことではないか。弟子とライアンの言葉を借りるなら、自立性、有能感、関係性を経験できる環境だ。次、教師は生徒たちに深いメッセージを伝える。大抵はそれとなく、あるいは無意識に訴えかけるように、帰属意識やつながり、能力、チャンスについてのメッセージを伝える。こうしたメッセージは、10歳児の脳には10ヶ月の乳児の脳に起こるほどの影響は与えないかもしれないが、それでも生徒の心理に、行動に深く響く。子どもたちが学校への帰属意識を持てれば、つまり自分たちの成功を信じてくれる大人、思いやりと敬意を込めて関心を向けてくれる大人から正しいメッセージを受け取れば、彼らは教室に欠かさず来るようになり、難しい作業にも粘り強く取り組み、学校生活の中で数えきれないほど起こる小さな挫折や不満から素早く立ち直れるようになる。幼少期の子育てにおける親の敏感な反応によって、子どもの頭の中に知的な物事を習得するための素地が作り出されたのと同じように、学校では教師からの正しいメッセージが生徒の頭の中にさらに進んだ手強い学業に取り組むための素地を作り出すのだ。次、ファリントンの主張によれば、学業のための粘り強さを持った生徒が他の生徒と違うのは、失敗からすぐ立ち直る力を持っている点だ。何回かテストで失敗しても、教室で懸命に勉強することをやめない。複雑な課題に悩んだり混乱したりした時も、ただ諦めるより問題を解くための新しい方法を探す。次、鍵となる4つの信念を抽出した。生徒たちの教室での頑張りに最も大きく貢献する信念である。1、私はこの学校に所属している。2、私の能力は努力によって伸びる。3、私はこれを成功させることができる。4、この勉強は私にとって価値がある。生徒たちが授業中にこの信念を持っていられれば、そこで出くわす課題や失敗を乗り越えられる。この信念がなければ、最初の困難がちらりと見えたところで諦めてしまうかもしれない。次、解決方法のわからない問題に出会い、苦労してそれに取り組み、最後には答えを出す。そういう瞬間を経験するチャンスがあれば、しなやかな心について抽象的な、あるいは理論的な説明をする必要もない。生徒たちは自らの体験によって、自分の脳が努力や苦労を通じて育つことに関心を抱くようになるのだ。次、私が本書で述べてきた介入戦略では、心もとないように見えるかもしれない。しかし、本書で挙げた研究が明らかにしている通り、不利な状況下にある子どもたちの人生に介入すること、つまり学校でより良い教育を受けさせること、家で支えが得られるように親を手助けすること、あるいは理想的にはこの2つを組み合わせることは、貧困撲滅の戦略として最も効果的な手段であり、将来性も高い。貧困層の子どもたちが親から良好な反応の得られる安定した環境で育ち、帰属意識と目的意識の持てる学校に通い、意欲をかきたて支えてくれる教師の授業を受けられるのなら、
彼らはすくすく育ち、将来より良い人生を送れるチャンスも飛躍的に伸びる。次、私たちは行動を変える必要がある。逆境に育つ子どもたちのためにより良い環境を作り出すプロジェクトは根本的には個人の仕事だ。つまり日々低所得層の子どもたちのために働いている教師、メンター、ソーシャルワーカー、コーチ、それに親は大体的に法律が整うまで待つ必要はない。今日、明日、明後日のうちにも行動を起こせば、それが子どもたちの成功を助ける。私がここで説明してきた研究が明らかにしているところによれば、子どもたちの人生の軌跡は大人にとっては大して重要でもないように見える些細な物事から変わり始める。親の声の調子、教師が付箋紙に書くメモ、数学の授業のやり方、課題に直面した子どもの話を聞くためにメンターやコーチがほんの少し余分な時間を取ること、こうした個人的な行動が強力な変化を生むこともある。そして個々の変化が国中で共鳴することもある。次、私たちは政策を変える必要がある。ターンアラウンドのバメラ・キャンターは、子どもに十分な支援が与えられる環境を強化された環境と呼ぶが、それを貧困層の子どもたちのために一貫して作り出すには、凝り固まった学校や実践の多くを根本から見直し、作り直す必要がある。低所得層の親をどう援助するか、幼少期のケアと教育のためのシステムをどう作り出し、どう資金を捻出し、どう管理するのか、教員の養成はどのようにするのか、これは本来ならば社会政策の問題だ。次、私たちは考え方を変える必要がある。本書で提示してきた支援の研究を読んでいると、データの詳細にとらわれやすい、サンプルの規模とか、標準偏差とか、回帰分析とか、確かにデータは必要だ。しかし時には、こうした研究を行った個々の個人の人間のことを考えるのも役に立つ。逆境にある子どもたちを手助けして困難な環境を乗り越えさせるのは難しい。大抵はひどく骨の折れる仕事を伴う。気がめいることも気力がくじかれることも腹立たしいこともあるかもしれない。しかしそれが個々の子どもや家族の暮らしの中だけでなく、私たちのコミュニティ、ひいては国全体に莫大な変化を生むことは研究成果から明らかだ。その道のプロであることを選んだかどうかにかかわらず、私たち全員にできる仕事である。研究者たちがしてきたように、もっとうまくできるはずだ、とまずは認識すること。最初のステップはそれだけだ。以上です。この動画では、ところどころ私が印象に残ったフレーズを紹介してきました。ですので、皆さんがこの動画をお聞きになって、まあ、少しでも気になった、興味を持ったという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、実際に本を手に取って読んでいただければ幸いです。では本日は以上になります。ありがとうございました。またお会いしましょう。チャンネル登録お願いします。